リオデジャネイロオリンピックがいよいよ開幕。時差が12時間ということで寝不足になってしまう人も続出なんじゃないでしょうか。ということで皆さんが注目するリオオリンピックの競技は何を直球インタビュー。私はバドミントンやってたんで、バドミントン、この間テレビで陸上がなんか繰り上がったって言ってたんで頑張ってほしいなって思いました。ヨットヨット、はい、理由はちょっと知り合いがヨット絡みでやってたチームのちょっと色々やってて、はい、チームの運営で関係するんですか。そうなんですね、はい、友達もリオに行ってらっしゃるんですか。そういうことがありますね。サッカーよりサッカー、体操見てみたいです。アーチェリーとか見てみたいです。私は体操の理由は陸上です。水泳かな。水泳、理由は金メダル取りそうな人がいるから。注目してる競技ありますか。サッカー。サッカー。サッカー好きなの。バレーボール。応援行ったんだよ。あ、バレーボール。はい。やっぱ注目。サッカーです。やっぱこの年代は優勝できると思ってる。12時間さ関係なく応援しますか。そうです。僕たち基本暇なんで。そんなことないでしょ。司法試験受けて今結果待ってる状況で。そうなんですね。でも学校も卒業したんで3月に。人生で一番暇なんです。